Welcome to my channel. It's me, Ricardo. ありがとうね、代わりにやってくれて。ありがとう。昨日いただきますって知ってる。一緒にできるの嬉しい。さっきインスタグラムで2人で質問を募集したので、それに答えたいと思います。松井編ででん。せーの、いただき、メイキュースマイル。ちゃんと見てくれてる人。もうオフコース素晴らしい。うちの質問コーナーはうちの時答えるか。そっか、松井に来たやつ。あ、一緒に撮っちゃう。そういうのできる。わかんない、そういうのできないか。ちょっとこれってどうすればいいんですか。YouTuber の皆さん、誰か教えてください。コラボしてご飯食べる時、やっぱ別々でもうちの時にはもう完食。そうだよね。あ、わかった。一回これでうちのチャンネルで食うのをやめて、今の同じことをもう一回リカルでやればいいんだよ。そういうこと。サムネ多分お揃いだよね。そうだね。なんか食ってる量とかは気にしないで。確かに。いろいろその辺のもろもろは見なかったことにして、うん、むずいね。みんなどうしてんだろう。教えてみんな。はい、ということで、はい、リカベルのチャンネルでちょっと先にチキンを食べましたので、私のチャンネルはちょっとジャンプインスタグラムで質問を募集して皆様に送っていただいてありがとうございます。そちらを今から読みたいと思います。お願いします。私たちへ向けての質問を、基礎的なのはちょっとリカベルの方へ答えたので、よかったらそっちを見てからこっち来ていただけると。優しい。お話早くない。どこに留学してましたか。テキサスとアメリカです。グー。いやー、本当に英語うまくない？なに？俺はオーストラリアのゴールドコーストっていうところに留学行ってました。好きな食べ物何ですか？俺をねえ、数の子。福神漬け。本当に？うん、気持ち悪い。なんで？好きなもの福神漬け。カレーがまあ根本好きなんだけど、うん、でもカレーが好きなのってなんでかなって思ったら、福神漬けがあってのカレーだなみたいな。ああ、わかるわ。俺も牛丼紅生姜食うために食うもん。ああ、多分それに近い。二人がコラボなんて、1、10、100、1000万、10万、50万回は見させて。嬉しい、ありがとうございます。50万回見てね。絶対な。ってことはこれ、50万回最低でも50万はいくからね。そうよ。座右の銘は何ですか。やべっく生きる。そのなんか根拠は、うん、その心は、うん、心、何事もやべっく聞くとかしてみないと分かんないことあるじゃん。うんうん、でも私それできてないんだけど実際ね。ああ、でも目標ってか、そう、座右の銘だから、うん、こうなりたいっていう。何からこうなりたい。あ、違う、出てきたからって今言ってた。 GK だから、座右の銘だから、うん、分かんなすぎちゃうんだ。例えば、これは例ですけどね、うん、じゃあここってポイントカードのポイントつくかなって分かんないことあるじゃん。で、お店の人も忙しくてポイントカードつけますかって言われないことあるでしょ。ってことは聞かなきゃポイントつかないじゃん。画面つくたくさん何でも聞くっていう。ああ、なるほどね。分かる。損するぐらいだったら聞いて断られた方がいい。俺はこれ前から言ってるけど、適材適所。そう、嫌なことあったらやめよう。みんな合ってない仕事って絶対あるし、あなたに向いてる仕事は他にもあるし、あなたに向いては友達も絶対いるので、うん、無理に居続ける必要はない、はい、頼まなかった。やっぱうちらまだ歴短いからさ、その辺の息がさ、まだ微妙だよね。もう一回やってんじゃん、そしたら。無理に居続けることはないです。 OKOK、 無理に居続けることはない。ない。俺が悪い、うん、一番お金を使っていることやものは何ですか。知りたい、リカベルがどういうところにお金使うか。ダメだ、わかんない。おじさん、おじさん、し、答えて早く。一番お金使ってること？うん、私これ結構本当に自分より人にお金使うことのが好きで。ああ、いいよね、そういう人。だから姪っ子と甥っ子がいるんだけど、その子たちの服とかに使いたい。なんか自分が満たされるって幸せだけどさ、うんうん、喜んでる姿ってさ見えないじゃん。うん、喜んでくれるとこっちも幸せじゃん。俺なんだろう、人にお金使うの。間違えた。お金を使うこと。うん、一番出費、食べ物じゃね。食費。確かに、実際ね。実際食費かも。免許証欲しいから免許取りたい。松井くんの免許証見せて。免許証の写真で世に出したことある？ない。出してみる？いいよ。せーので、こうやる。いいよ。せーの。可愛いんだろうな、リカベルの免許証。あー、漏れてるかも。免許証にしてもってない？うん、でも髪が暗いから。痩せた？なんか今。うん、痩せたかもね。可愛い。俺の見る？見る。え、ゴールドだよね。
違う、刑務所になっちゃうのねえ、なんか絶対悪事働いてよね。そう、コストコとかも今一緒にいるのって大丈夫？実はあ、え、高校の頃原付でめっちゃ減点されてた。あ、じゃそれじゃん、その積み重ねだよ。免停あと一歩だったもん俺。え、やばいよね。やばいじゃん。通学路にいるの？通学路？あれ？あ、おかしいな、ついつまが合わない。あ、なんかあの休日の通学路、はい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 、フラダンス教室の通学路にいるの？はい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 。道路のこと通学路って言うもんね。うん、やばい、いっぱい出るんだよ、いいよいいよ。ですかね。え、どうなの、なんかさ、彼女にさ、ゲップされたら結構引く？引かない引かない。できればしないでほしいよ、そりゃ。そうだよね。九州遊びに来てくださいだって。九州ってことある？九州って、私ね、チリ弱い、もしかして。めちゃくちゃ弱い。上がる、チリ弱い人上がる、好き好き。あのね、本当に分かんないの。だから北は北海道、南は沖縄までっていうじゃん。うん、分かんないんだっていうことだけは知ってる、その言葉だけ。うんうんうん。だけどその間がどこなのかとか分かんない、マジでマジで分かんない。何だと思う、九州って。え、なまってる系の方。うん、神戸とか。ああ、違います。香川、神戸ってまずあれだしね、県の名前じゃないし。え、そのレベル。やば、兵庫県神戸だよ。そうそう、それ言いたかった。ラーメンとか美味しい。博多。うん、イエス。博多って県なの？違う、何の博多？ね、やばいって、本当にやばいってこと。何の博多？え、何の博多？福、福、福岡。はーい、次。さ、さ、佐川。あ、なんか、あ、惜しい惜しい惜しい。佐川って人だよね。うん、長、長、長崎。おー、熊。また、バカに言って。熊はやばくね。カゴ。しまって。いい加減にして。私のこと汚い女で売らないで、このチャンネルで。私清楚系で売ってるからやめて。私清楚系で売ってるからやめて。ゲップも全部カットしてる。分かった。マジで。これ結構ガチですね。分かった分かった。オッケー、次。絶対カットする。分かった？ねえ、この、主にどこら辺に湿原高いですかと、レイカベルってどこら辺にいるのか想像できないんだけど。これってどうやって答えるのが正解なん？渋谷。新宿。あ、渋谷。渋谷で何すんの？クラブ。あー。え、渋谷ぐらい？新宿。は何すんの、クラブ？ビクトリーセンター。あー、うまいよね。どこにでもいるんだもん、マジで。私、どこにでも行くの。確かに、うちにも来たもんね。うん。ほんと、いい加減にして。俺結構新大久保かも。逆に向こう行かなくない？あの、浅草とか東京、有楽町とか行かないよね。うん、わかんない。わかんない遊び方。高校卒業悲しいよ。おめでとう、高校卒業。おめでとう。寂しいよね、高校卒業。松井くんは泣きましたか、卒業式。卒業式泣いた？泣いた。僕泣き。これ卒業式とか泣けない体質なのね。泣けない。結婚式とかは人の。あ、それは泣ける。なんか卒業式とかだと、あの、次のステップあるじゃん。うん、入学式が待ってるじゃん。うん、そっちへの期待が勝っちゃって、学校の卒業で泣けないの俺、昔から。やばいよ、もしかして。気持ち悪い。あ、そう、私泣いてない子見てびっくりしてた。ああ、なんか感情ないんだなんて、思い出なかったんだ。なんかうちとあんな遊んだのに。違う違う、うちとああやってプリクラとかたくさん撮ったのに、その思い出さえも次のステップのことばっかり考えて、私との思い出なんかはなんてことなかったことになってしまうんだな。え、我慢すんなって。え、我慢してないの？なんか映画とか見ても泣けなくて、なんか悲しい。うちは、死んだの？死んだよね。死んだのかなって思って、てか大人は先のこと考えてどうせ死んでないやんとか思うじゃん。ああ思う。映画じゃん。うん、主人公がそういうことばっか考えてるから泣けなくなっちゃうのよ。うんうん、そうじゃない。その時を見て、その場面を見て。そこで主人公がまるで死んでしまったのかもって思ったら普通泣くのよ。つまんない大人。私は嫌い。こういう大人にはなりたくない。あんな見たことないかも。え、うん、見ないもん。でもディズニーとかジブリってあんま通ってきた人生じゃなくて、なんかジブリとかみんなが見てる前提で話しかけてくれるやついるじゃん。うんうん。私もジブリあんま分かんない、正直。え、何個か見てるけど。あれちょっとディスカスティングじゃない？なんかもののけのなんとかに似てるみたいな。ナウシカみたいな。え、でもそれで言ったらあなたポケモン誰でも知ってるような話し方してたじゃん、私に。ティクだ、ポケモンは誰でも知ってるだろ、どう考えても。それと一緒じゃね。なんなの
こういうおじさんにはなりたくない。ディズニーチャンネルしか見ないで育ってきた。ああ、サブリナ。サブリナ。テトリスとかも好き。ああ、は無理。今の子2ちゃんでしょ。ん、昔は3ちゃんだったんだよ、あれ。5ちゃんとかも10ちゃんだったよね。うん。だよね。うん。今5でしょ。あ、そうなんだ。うん。テレビ見ないかわかんないでね。そういう子いるよね、テレビ見ないアピールする子。じゃあなんでサブリナ知ってんの。これ絶対モザイクさん見てて。モザイク、俺、大丈夫？俺モザイクできないよ。なんかこれも全部垂れ流しになっちゃうけど追いつかない、なんかあパンパンパンってなっちゃうから、ごめんね。誰でもできると思わないですよね、自分がモザイクできるからって。え、できないの、だからやってやった。できない。なんか無理だよね。あの、努力したこともない。あ、それは甘えだよ。こんな感じですかね。なんかすごいうちらマブなんだなみたいな感じで伝わった。うちらのマブさんって思ってたんだけど、もう違うかもってなっちゃった。マジ？ポケモンの下りでうち無理だったかも。ポケモン見てない女子もいるんだよ。ああ、じゃあこれが最後のコラボになっちゃうかもしれない。これ出すは出すよ、一応ね。まあね、撮ったし出すは出すけど、確かにせっかくだしね。うん、これからはもうインスタも全部フォローもし合ってないし。そう、解除し合ってるかもしれないけど、これは見て一応。そうだね、うん、もしかしたらね、お互いを裏から攻撃し合ってるかもしれないしね。髪色前の方が好きです。眉毛の形変わった。可愛くない、可愛くないですがなっちゃうかもしれないけど、じゃ逆に貴重か、これ。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。握手とか最後一つ。あ、なんか探してて切り抜かれるから、あんま変なこと。え？あんま変なことって切り抜かれる。あ、今のも切り抜かれる、触ったって、うん、触り方がちょっとよろしかったみたいな。アクスの？うん、なるよ、マジで。普通にこれ、例えばなんかこういうのだったら、なんかうちらがなんかこう立ちみたいだったら平気なんだけど、うん、ありがとうございました、マジで。ここダメなんだ。このす、それ女が男にやればダメなの？男がこうやって、あ、もうこれがダメなの？もう普通に取り払ってるし。今そこまでちゃんと切り抜いて、切り抜くなら取り払ってるしまでじゃないと、なんか私がハッてなったところとか、なんでハッかもしれないし、ハッかもしれないじゃん。でもやっぱ上手にスローモーションとかにされると、あ